はいみなさんこんにちは今日はえっ、ー、と Twitter でもちょっと言いましたがこのサンタコンペ2019の開放解説動画やっていきたいと思います、まあ、以前に動画上げてからもう1年ぐらい経っていますが、まあ、久しぶりに乗り今日が乗ったので、えー、とやっていきたいと思いますでサンタコンペなんですけどこれはその年に1回カグルが開いている最適化のコンペで で普段はその予測値とかを提出する分析系のコンペがメインなんですけど、この最適化のコンペは、えっ、ー、と、最適、その、ある、そのコスト関数とかが与えられて、その最小になるような回を提出するっていう、まあ、京プロのマラソンマッチみたいな、えー、とコンペなんですけど、違うところは、えっ、ー、と、コードを提出する必要はなくて、その回だけ提出すればいいということで、まあ、ライブラリー何でも使いたい放題ですし、あの強いパソコンも使い放題ですし、まあ、あの、 結構大変なんですけど、初心者としては、まあ、とりあえず参加はしやすいのかなという感じはあります。まあ実装スキルとかなくてもね、とりあえずライブラリでパッと解けてしまうので。で、今回なんですけど、まあ、私自身、その大学の時はオペレーションズリサーチっていうのを勉強していて、まあ最適化を勉強していたと。 でまあ、ちょくちょくこれ見てたんですけど毎年今年はそのどうやらあの混合整数計画法であのミックスインテージアードプログラミングという手法で、まあ、停止化して解くことができそうだなというので、まあ、ちょっとやってみましたでその停止化した後はそは商用のすごいお高い数百万円ぐらいのしちゃうソルバーで解いたんですけど、まあ、まあそれがそのフェアかどうかっていう話はいいとして まあいいところはその定式化そのモデリングさえしちゃえばあの実装力がなくても最適化って気軽にできちゃうんですねなのでそのビジネスシーンでの応用も聞きますし、まあ、私も実際それでお客さんに納品とかしたこともあるので、まあ、ただちょっと少し、まあ、ちょっと昔の技術なんで知らない人最近多いかなと思ったので今回はそれ布教、えー、と,というか解説する動画、まあ、ちょっと需要あるかなと思ったんでやっていきたいと思います。 でこれ、ランダムに話すと、まあ、微妙なので、えー、っと、しちゃがめちゃがなりそうなので、一応資料を作ってきました。これも、まあ、話す用の資料なんですけど、多分どっかにあげると思うので、URL は、えっ、ー、と、わかりやすいところに置いておきます。あで、サンタコンペは、えっ、ー、と、参加してリーダーボード、えっ、ー、と、私は23位のとこにいます。で、まあ、ただ見ていただく通り、みんな最適解が求まっているということで、23番目に、えっ、ー、と、最適解に。 たた。どり着いたあと1週間早く始めてればね多分ゴールドメダル取れたんですけどまあそんなの言ってもしょうがないと。でまあ疑問に思う人もいるかもしれないですけどこれが最適解なのかって保証はどこにあるのっていう話ですけどあのこのてかなんで俺より後に提出しててこの人前にいるんだ。 チームアップしたのかなまあいいや、そういうのはいいとして、まあこれ最適解の保障も与えられているのがミックスインテジャードプログラミングのすごいところですね。はい。で、まあそれを解説していきたいと思います。まあこの人も14 s なんで俺より後に、ああ、多分そっか。会は更新しないけど、あの回はサミットしたんですね。はい。そういうなんかアンフェアなことはなかったと。 で、これがアジェンダですが、えっ、ー、と、まあ、最初にざっくり基礎となる、えっ、ー、と、線形計画問題 LP のおさらいをして、で、えっ、ー、と、その後、対象となる、ミックスインテジャードプログラミング混合整数計画法計画問題にしておきますか。えっ、ー、と、計画問題と、えっ、ー、と、まあ、それをどうやって解くのって話をした後、実際のコンペ解説して、で、実装もライブコーディングテクニクにできたらなと思います。 でまあ、時間が余ればいろいろ雑談とか tips とかあとそのウィナーソリューションとか眺められたらいいなとは思っています、まあ、早速入っていきますけど、まあ、線形計画問題私の昔の資料から持ってきましたが、えー、と線形の目的関数と線形の制約からなる、えー、と問題ですでこれ一応その高校生でも習うはずであと基本情報の出題範囲にもなってるんで、まあ、知ってる人は結構多いとは 思いいますががはい、えー、とこれが、えー、と線形計画問題ですでえー、とこれはまあ2次元の問題なんでこんな風にその図にかけてでこの最適木関数のあの傾きでこうどこでぶつかるかなってやると解けるんですねっていうまあ高校生とかはこうやって解きます。まあ、こういうの、えー、と昔作った資料にあるんでまあ、最適化いろいろ興味あるよっていう方は私の昔の資料も参考にしてみてください。 で、えっ、ー、と、まあ、これはその具体例なんですけど、まあ、もうちょっと一般化した話をしていくと。で、まあ、標準形っていわれる形があって、まあ、どの線形計画問題もこの形で、えっ、ー、と、あの、表すことができます。で、主問題っていうのと相対問題っていうのでプライマルデュアル。で、これ、ま,あ、まずプライマルを見ていくんですけど、これがさっきの問題と対応していて、まあ、線形の目的関数ですね、内積、えっ、ー、と、 これが係数でこっちがその変数のベクトル。で、a っていうのは行列で、えっ、ー、と列、列が、えっ、ー、と、行が、えー、制約に対応してて、列がそのどの変数の、えっ、ー、と、係数かっていうのになっていて、で、イコール b っていうさあの線形の制約になっています。で、まあ、ちょっと、あの、 こっちは不等式制約なんですけど、まあ、等式制約にするのは結構簡単で、まあ、その辺の話は今日しないんですけど、まあ、あの、不等式制約は等式制約に直せるんですね。あの、スラック変数っていうのを入れると。まあ、ただ、まあ、こう、今日は、あの、この後はそういう話はしないので、えっ、ー、と、まあ、LP っていうのはこういう形にできるんだなっていうのだけ今日は、はい、使います。で、えっ、ー、と、詞問題に対して相対問題っていう、あの、等価な問題を考えることができて、で、このデュアル の話はかなりちょっと深淵で今日はちょっと話はそんなにできないんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、この相対問題っていうのは詩問題の抱えを与える問題として同質、えー、ができるんですねなので、まあ、最適値がここにあった時に詩問題は上から下に攻めていって相対問題は下から上に攻めていくとで相対問題は抱えなんでこの詩問題の解よりも大きくなるってことは絶対にないんですねそ,のそうやって同質しているので ただ、まあ、それ、じゃあギャップはあんのかみたいな話がいろいろあって、で、実は LP の場合は、えっ、ー、と、すごいいい性質が知られていて、それ、次のページに書いたんですけど、まあ、相対定理っていうふうに、えー、となっています。で、弱相対定理は、まあ、今、まあ、ほぼ今回の話だと自明なんですけど、えっ、ー、と、詞問題は必ず相対問題よりも大きいよって、まあ、今回はそう導出してるんで、そうです。で、強相対定理っている、こっちがすごくて、 詞問題が解けるんだったら相対問題も解けてしかもその最適値は一致するんですねだからこの,この矢印はこの赤いバーのところでぶつかるんですねでぶつかったら最適解っていうことが言えますでその時の詞問題の解から相対問題の解っていうのも導出できますし相対問題の解から詞問題の解から導出解を導出することができるとなのでどっちだその詞問題と相対問題を解くことって っていうのは、えー、と等価なんですね、まあ、ただじゃあ別に相対問題考える必要なくねって指問題解けよくねって話はあるんですけど、まあ、指問題、えー、とこれの性質を知ってるといろいろ便利で、まあ、単体法っていうのは別にこの相対問題考えなくてもアプあの実行できるんですけど、まあ、単体法っていう解き方だと、まあ、指問題の制約を満たしながら相対、まあ、問題をのその 実行可能解が見つかるようにあの解をガチャガチャ変えていくんですね。で相対単体法は相対、まあ、問題に単体法を、えー、と適用するという方法で,で主相対内転法は相対問題と主問題の、まあ、KKT 条件あの最適性条件に、まあ、ニュートン法をやるみたいなそういう技なんですね。ちょっとそのいろいろ違うんですけどなのでこれはその主問題と相対問題をいっぺんに解くと。 で、2つの問題考えてるのに別にその二倍になその解くのが2倍になってるとかそういうわけじゃなくて、かなりこう賢い手法です。まあただまあ詳細について今回知る必要はないです。最大限やる人はやっぱりその全部1回手でちっちゃい問題やった方がいいとは思いますけどで、今回そのグロービとかシープレックスにはまあ全部実装してあって、で最初にあのオプションを指定しないと最初にこれ全部解いてみて、あの早いやつをあのつ使って MIP の 早いやつをこうオートで選んでくれるってすごい機能があるんで、えー、とあんまりあの気にする必要はないです。まあでもデフォルトだと相対単体法になってることが多いのかな。まあそれは微妙ですね。で大きい問題の場合は内転法の方が早いっていうことが言われていますね。はい。まあ、この辺もかなりいろんなあの面白い話とかあるんですけど、まあ、気になった方は調べてみてください。 で、えっ、ー、と、ま、LP、あの、線形計画法はそんなざっくりで、混合整数計画問題、法と問題が、ちょっとすみません、あの、急いで作った資料なんで、は、あの、ターミナロジーが適当になっていますが、はい、えっ、ー、と、まあ、すごい簡単で、この線形計画法に、その、整数制約がつきましたという、ただそれだけです。なので、まあ、超シンプルと。 なので、まあ、これを解こうと思ったら、まあ、とりあえず、まあ、線形計画問題解いてみようかなって思うんですよ。なんで、だって、ほぼ線形計画問題なんで。で、まあ、解いてみると。で解、解いてみるんだけど、もちろん整数制約考慮してないんで、えっと、解が整数にならない解っていうのが出てくるんですね。でそ、それを対応するために分子限定法っていう技を使います。で、まあ、名前ついてますけど、これかなり力技で、まあ、例えばですよ、 で変数が3.3だった場合には3.3許されないんであの2つ問題を作るんですねこの3以下っていうのを制約に加えたもう1個の問題と元の問題に制約を加えるんですねあの元の問題に x が4以上っていう制約を加えた別の問題をこう分岐していくんですねでまたその線形計画問題を解いて、えー、整数になった解を分岐して分岐してっていうんで、まあ、分子分,分岐な、まあ、分子限定法っていう名の通りそのどんどんその 古問題を増やしていってあの制約を加えていくとでいつの日かべ、まあ、ての,あの分子限定法のせいに全ての解が整数になる日が必ず来るんですよでそうすると、まあ、それは最適解っていうふうに言えますで解いてる間にその、まあ、緩和解その簡単にしたこの制約を取っ払ったその元の整数線形結過問題で解いてるので、まあ、それはある種その 解解の可解として使えるんですね簡単にしてる問題なんで、目的関数値は必ず元問題、えー、と同じかそれより小さくなるので、まあ、あの同じつったら最適化なんですけどあの、で、その、緩和解と今の得られている最良の実行あの、得られている最良の実行可能解のギャップっていうのが、MIP ギャップっていうふうに、まあ、グロービーとか使うと出てくる。 やつですまあ定義も書いておきましたがまあそのオブジェクトバウンドアンドオブジェクトバウアドミップオブジェクトバウンドそうだですこれがあの分子あの緩和解の解でこっちがインカンベントっていうのはその今得られてる最良の,の実行可能解ですねまあなのでえっとこんなふうにえっと解くことができます で今説明したのはこの分子操作だけなんですけど限定操作っていうのもあってこれ何かっていうとまあそのどんどんその問題が分かれていくわけですよで制約を追加しつつである時その今得られてる解よりもその個問題の破壊が大きくなる瞬間っていうのが出てくるんですね制約を追加するとでその緩和問題っていうのはその,分その分岐の先の最大でも得られる目的数値なんで まあ今得られてる回よりその価界が大きかったらその,その分岐っていうのはそれ以上探索する必要ないんですね。まあ、なのでその探索は打ち切って枝刈りするというのがまあ限定操作と言われています。まあ、とはいえね、えー、と限定操作があっても力技には変わりないので、まあ、この辺の力技を実装でねじ伏せたっていうのがシープレックスとかグロービーのすごいところで、まあ、結構その実問題レベルのが解けちゃうんだっていうので結構昔あの。 話題になりましたでまあそのグロービーとかシープレックスは分子限定法だけじゃなくていろんなその頭いいアルゴリズムを導入していて、まあ、その辺の,その細かい積み重ねがその商用ソルバーと無料ソルバーの,あの差を結構分けていますこの MIP の世界ではまあ例えばその MIP ってその整数解が欲しいんですけど、まあ、整数解は取り除かないけど その緩和問題の LP にはその有効な制約っていうのがあるんですね。だ制約を加えるとその探索空間ちっちゃくなるんで解きやすくなると。で、その,、まあ、その実行可能、その探索空間をちっちゃくするんでカットって言われるんですけど、まあ、このカット妥当不等式って言われてて、妥、ま、当、あ、不等式を加えて解くっていうのをどんどんやって、妥当不等式って 追加するだけで一応ミップも解けるんでそれは雪上平面法っていうんですけど、まあ、今はそのソルバーはこの雪上平面法と分子限定法の、えー、といいところを組み合わせて、えー、とごちゃごちゃやってるっていうのがまあすごいソルバーのやってることですね、まあ、詳しくは雪上平面法とかゴモリーカットとかいろいろ調べて、えー、といただくとあの出てきますが、まあ、もちろん今回はそういう のは全部ソルバーがやってくれますし自分で実装すると確実にその落ちてる MIP ソルバーより遅いのでまあその中でどうなってるかは知っといた方がいいとは思いますけど、まあ、そこまで知らなくても使えるってか知らなくても使えることがこの MIP 定式化っていうところのいいところですね。そのモデリングっていうとこのロジックと実装が分離するっていうのは結構その実ビジネス上でも結構あの大きくて。 そこがそのごちゃごちゃになっちゃうと、その、まあタス、プロジェクトの整理がしづらいとか、まあ話はあるんですけど、まあそれは時間終わったら雑談の時でも、はい。です。で、はい。これが、えっ、ー、と、まあ、MIP は解けるっていう風にわ、分かりました。ただ問題は、これ、この形にすると著しく可読性が低いんですね。Python の最適化ライブラリの CVXOpt とかはこの形式を要求していくんですけど、まあやはりちょっと辛いということで、 この形をその,その人間に分かりやすい形で API 叩くとこの形にしてくれるっていうそのモデリング言語っていうのが結構あ,のあって、まあ、それを使うのが一般的です。でモデリング言語の歴史は結構古くて AMP っていう昔からあるそのモデリング専用言語があります。まあ、これも優勝なんですけど、まあ、昔 OR のその先行した人は使ったと思います。 GLPK は無料での API ついてたかな。まあそういう話はいいとして。で、まあこれ結構、勉強にはいいんですよね。えー、とデータファイルとモデルファイルっていうのを作って、なのでその、ロジックを分けると、ロジックをその、モデルを抽象的に考えるところっていうのが結構鍛えられています。 まあただ Python でのモデリングが出てきてからはもうこれはシスタビになってきちゃって最初グロービが提供し始めたんですけどまあそれがもうほぼデファクトになってきましたね。Cplex もそれに続いて Pulp っていうその無償のモデリング言語っていうのもモデリングライブラリっていうのも出てきました。Pulp で定式化するとそのグロービとか Cplex も呼べてだそのモデリングパートとどのソルバーで解くっていうのは分離しています。 まあただ、やっぱりそのグロービとか、特にグロービですね。グロービーの API はすごいしっかりしていて。で、あの、MIP 解くときって数十万変数、数百万変数で数十万制約とかザラにあるんで、で、そのームを、その制約追加でームを回すんですけど、その API コールの時間がパルプ結構遅くて、で、その、たまになんですけど、まあ、結構でかい問題解くと起こりがちなんですが、あの、 そのモデリング言語で、そのモデルを定義する時間の方が、実際にソルバーで解く時間より長いとかいうのも起きてきちゃうんで、その辺がね、えっ、ー、と、商用ソルバー、グロービーとか C プレックスっていう優勝のソルバーはすごいなっていう気がしますね。であとっって言ってその MIT の研究室が作っているジュリアの最適化モデリングモジュール、あとそのソルバーも多分提供してますね。はい、無償で使えるんですけど、私は使ったことないので、えーとまあ、興味ある方は見てみるといいと思います。はい、でモデリング言語でモデル化したら、えー、と線形計画、混合整数計画ソルバーをあの C プレックスとグロービーとか CBC とか、えー、GLPK とかスキップとかいろいろあるので、それを指定して解いてもらうという形になります。 はいえー、とここまでまあざっくり説明しましたが、はいまあ、こ,ここまでのところはまあ私が自己問というかあの適当に解説したところなのでその解放を知りたい場合はこの後のところからまあ見れば十分ですねあの、まあ、動画もスキップできるようにはしていきたいと思います、はい、じゃあ私はここで少し休憩をとってコンペの解説していきたいと思います はい、えー。じゃあ、ここからは実際のコンペ解説やっていきたいと思います。まあ、動画分けてるかもしれませんが、まあ、近接やっていきたいと思います。まあ、最初に、まあ、問題設定の話をすると、まあ、まず、5000組の家族がいます。その各家族は、まあ、その人数もバラバラと。で、えっ、ー、と、その5000組の家族を、その、 クリスマス前の100日間のそのそれぞれの日にイベントが開催されてて、まあ、どっかにどっか1つに必ずアサインしないといけないですという形です。で2つその最適化したいコストがあってまあ、これの合計値を最小にするっていうのが今回の課題なんですけど、まあ、サンタさんはまあ10種類のプレゼントがあるんですね。でそのプレゼントはその その人数その家族人数によってもその変わってこのまあチョイス10個あるんですけど10種類のあの十種類のそのプレゼントの種類があってでそのプレゼントのコストはその家族の人数によって変わったりもしますでえっ、ー、とまあ変わりますでただし各種プレゼントは家族ごとに送れる日が決まっているということでファミリーゼロはチョイスゼロはその52日目 できるとで。もちろんそれ以外の日にここの,そのファミリーゼロをここにない日にも割り当てることはできるんですけど、まあ、そうするとかなり高額なプレゼントをあ,のあげなきゃいけないので、まあ、サンタさんはなるべくそのチョイスがある日に、えー、とその家族をアサインしたいよっていうそういうモチベーションがあります。 でただ、そのこのコストだけを最小化してると、その日ごとに参加する人数のばらつきがあって、まあ運営が大変だよねっていうことで、アカウンティングコストっていう、あペナルティっていうのがあるので、まあ、日ごとのばらつきをなるべく抑えるようなあの形を、えー、と目指そうぜんっていう、そういう2つの、えー、と目的関数からなっている問題です。で、まあ、あのまあのアカウンティングペナルティっていうのは、まあこの形になっていて、その nd っていうのが d 日に参加する人数ですね。だ家族かけるその家族の人数を全部足したやつですね。で、この nd と、で、あの、これその、その次の人の差が指数的に効いてくるっていうんで、この差が指数なんで、あの、すごい大きくなるんですよ、この関数。まあ、なので、あの、ばらつきは抑えましょうっていう形です。で、その、プレファレンスコスト、まあ、これがその、もともと、この今言った、その、 プレゼントのコストなんですけど、まあ、図示すると、各ファミリーのそのすべての日に対して、えっ、ー、と、コスト、あのチョイスですね。で、これがそのコスト。各家族の、あの、各日にお、あの、D 日目におけるチョイス C のコスト。で、この X っていうの変数で、家族 F が、えっ、ー、と、D 日目に参加して、チョイス C を選択する場合は1。それ以外は0。 いうことでまあ、これ足し合わせるとコストになります、まあ、ただこれ見るとあのそのそ52日目これそのバラそのかぶりはないんですねなのでその82日目に参加したらその一番安いそのプレゼントをあげとけばサンタさんとしてはいいのでだかそ,の日その日ごとにその 各日各家族ごとに一番安いそのコストっていうのをもうそのあらかじめ計算することができるんですね。だからチョイスに関するところはえと減らすことができて、だからその各家族の全部の日にちに対してその、そのコストっていうのはその一番その日のその家族へのプレゼントで一番安い日。で、その家族がその日に行くときは1、それが0っていう変数でまあ差を取ると、えっ、ー、と、これが、 えとプリファレンスコスコトっていう風に計算できますでこれはまあ見ての通り線形なんですねなのでまあこれは MIP としてあの普通に使えるということなんですけどまあ問題はこっちなんですねでアカウンティングペナルティのはもうこれ非線形の形になっているので線形で定式はできないじゃないかっていう話なんですけど、まあ、トリックがあってな何かってこの ND と ND+1 す1の 関数にこれなってるんですけど、両方とも整数で、各比が125から300人って決まってるんですよ。だから 175?ND の取り入れる値は175しかない、種類しかないんですよ。ND+1 も同様に175しかないんで、1 7 5かける1 7 5の値をあらかじめ列挙しちゃうっていう技が、えー、とできます。なので、まあだから、 取る値を全列挙してそのそれかそのこの取るパターンかどうかっていう01変数を導入するとあのミックスインテジャードプログラミングでえと定式ができますだからここのその非線形関数を線形で定式ができるかっていうのがこのコンペのまあ一番でかいところかなとは思いますでそこに気づいちゃったら結構簡単でまあまず あのよりあの直感的な定式化を見せるんですけど、まあ、さっきコストってなってましたこれがプレゼントコストでえっ、ー、と y っていう変数はえっ、ー、と d 日にその p120 か,から300のそのどの人数が参加しますかであの d たす1日はえっ、ー、とその p 何人かっていうのを2つの変数ですね。で、これ01なんで、d、その1個でもその0になると、この項は全部0になる、あのこの掛け算は0になるので、p d、d 日に p に参加して、d、d+1 す日にも p 参加するっていう、その両方とも1がたった場合、まあ、条件が成立した場合だけ、えっ、ー、と、この、 A のこの項が生き残るので、まあ、結果的にそのこの非線形のコストをえとあの表現することができます。で、サブジェクト2で制約をどうやるかっていうと、まあ、これは各家族はどれかすべての家族に対してどっかの日に1回は参加しないといけないよっていう感じですね。で、次は Y はあの125から300のどれかの値を取らないといけないよという形です。 MF っていうのはちょっとここで導入したんですけど家族のその人数各家族の人数でだ F 家族はこの MF 人いるよっていうでそれをサム取るとそのあの D 全ての,あの D が固定された時にこれサム取るとその日の参加人数っていうふうになるのでだから今回その日の参加人数っていうのはあのここであの01変数でやってるのでだ P 1>, 1になるときはその P に参加するので、あのこの他の項は全部消えて、その Y が1立ってるとこだけの P が生き残って、だ結果的にその D に1には P に参加するよっていうことが、えー、と表現することができます。ただ問題は、まあ、これ2次形式になっているんですね。なので、えー、とあのミックスインテジャーあの線 系じゃないから解けないんじゃないのかっていうところなんですけど、まあこれただあの01変数の掛け算の形になっている。2つの項の掛け算っていう形になっているので、ま双、あ、線形といわれる形で、まあ、これはまミップで定式化えっ、ー、とし直すことができるっていうのが知られているので、まあ、これをもう1回その。ちょっとあの？やるとまミップで解くことができます。 ただグロービアとかシープレックスはこの総線形の形をそのまま解くことができますが、まあ後で紹介する通り、これでそのソルバーに投げると解きがすごい悪いんですね。まあその辺の話も後でできたらなと思いますけど、まあなので MIP で定式化した方がえとお得っていうことが言えます。で、えっ、ー、と、定式化するとどうなるかっていうと、まあここの項、Z っていう形になりました。で、これは P、 d 日に p 人 d たす1日に9人参加するときに1それ以外は0っていう変数になりますでえっとここ120 175通り175通りで日にちが100日あるので、まあ、変数の数はかなり増えましたが、えっと、線形で定式化することができますまあもともとね2次でだったものを線形で表現しようとし,してるのでまあそれは変数は増えるよって話なんですけど はい、で A、A、これはあのそのままなので、まあ、これが1になるときだけ、これが生き残るっていう線形の定式化になります。で、この変数は、えっと、一緒ですあのあの。各家族はどっかの日に参加しない1回参加しないといけないよ。で、えっと、次は、えっと、その、P 日に、D 日に P D に D たす1日に Q 人。 っていうので、まあその、その組み合わせは 1, かし1個しかあり得ないので、えっとまあ、どそ,のその P 人 9, 9人っていうどっかの組み合わせが1通りだけあり得るよっていうことですね。で,で、えっとまあ、これちょっと飛ばすんですけどこれはさっきのこの各比に M 人あの各比この y, y と Z はその 各日に何人その参加するっていうのを司さっている変数なんで、で、実際にそのな、誰、どの家族が参加するっていうところをあの記述しなきゃいけないんで、ここはその、まあ、えー、っと、まあ、次のスライドを見せた方が早いかな。なので、まあ、この、この、 pq っていうのはど、この z っていうのはどういうのを表しているかっていうと、その d 日に,に例えば130人だと、この、まあ、行、まあ、175本とは行あるんですけど、あって、で、d たす1日は135人だったら、まあ、ここだけ1になって、あとは全部0。で、次、その、この d は日にちなんでこの、このセットが100個あるんで、で、次のその、あの、 Z の場合はこ今度は d+1 がこの行側に来て d+2 があの列側に来るっていうこういうのがこうどんどんあの日付分その変数がある形になっているんですねなので、えっと、ここの,その行に対して、えっと、サムを取るとあのその d 日に参加する人数のだここだけ1になってあとは全部0っていうその横方向そのこの 行あの列を潰す方向でサムを取るとここだけ生き残るので結局まあこの130人に対応する行だけ残るので、まあ、あのこれをあの足します。列を潰してでその行の,そのインデックスこの参加人数をかけてあげるとそのこの1があるところだけ残るので、えーとまあ、さっきの同じことが表現することができます。 まあ別にこれ P ってこの中に入っててもいいんで、まあ、はい。まあ、わかりやすいようにこの格好はつけました。はいで。で、こんな風に Z がいっぱいその、この日付ごとに二次元のテーブルがその、いっぱいあるので、まだここの D たす1日のこことこことっていうのは、その、一貫性がないといけないということで、えっ、ー、と、ここでやってるのは、その、 えっと、前のところは、えっ、ー、と、その行を潰して、ここ、こ、こ,こ、この次元だけにして、次のところはその列を潰して、ここにして、で、その値っていうのは一致してないといけないよっていう制約を加えています。まあ、ただ、これ唯一の定式化じゃなくて、ここ、その、これをやって、これを今回、この列方向だけ、あ、行方向だけにやってるんですけど、列方向に、 にも定式化してあげるとあじゃあこ,れかこれを行だけじゃなくて列方向にもやると、この真ん中の制約っていうのは、えー、と入れなくていいです。ただこの辺、そのどの制約、だ同じ問題でも定式化の仕方は山ほどあってで、それによってかなり解く時間っていうのが左右されます。であとでその、ウィナー、その優勝者、あの まあゴールドメダルをった優秀者の人たちのその解放を見るとまあやっぱこの停止化の仕方で結構差が出るっていうのが分かりますまあなのでこの辺のそのどういう停止化が早いかみたいなのも感覚値なのでまあ経験がものを言う世界ですねただどんなレベルのどんな変数数どんな制約数の問題が解けるかとかどんな制約がいいかっていうのはやはりそのまあ 勉強してると、まあ、感覚がつかめるようになってきますが、まあ、やってなれるもんなんでね、はい、あのこういうふうに、だこういうモデルを作ると、あとは MIP が、あのソルバーが解いてくれます。まあ、なので、これが設計図ですね。でこれをもとに実装をモデリング言語を使ってやっていきます。はい、ここからは、えっと、ライブでやっていきたいと思います。で、まあ、GrowVitCplex のインストールはまあ各自でやっていただきたいんですけど、その CBC パルプっていうのは無料で入るので、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、インストールすると動かすことができます。あと、最近 Cplex はそのモデリング言語だけは別途で配布してるんで、Cplex のモデリング言語だけを使うことはできますので、まあ、これを使ってもいいとは思います。ただ、この DoCplex ーーっていうんですかね、Docplex っていうんですかね、すごい資料がないんですよ、ネットに。なので、まあ、使うのは大変ですが、一応、この実装も今回紹介していきたいと 思います。はい。で、えっ、ー、と、はい。サーバー上で作業をするんですけど、はい。えっ、ー、と、ロケハンしたので、この辺に実際に、まあロッ、動くコードっていうのがあるんですけど、まあ、だから3分クッキング風に、その、えっ、ー、と、まあ、実際にあるやつを、えっ、ー、と、ライブコーディングしてる風に紹介していきます。で、えっ、ー、と、でも、 youtube.py。YouTube. で、まあ、最初はグロービーからいきますからね。グロービーっていう風にやります。で、えー、っと、さっきやったのはデモのグロービーっていうのがあるので、うん。デモ、あ、そうか。普通のデモですね。はい。やっていきたいと思います。まあ、多分、文字サイズ見れますよね。はい。いこうか。はい。で、まずは、えー、っと、いろいろ、 パッケージを入れあのインポートするので、はい、こうですね。はい、なので、えーと、ピクルインポートして、あと一応、多分 OS も使うな。OS インポート、ピクルインポート、Pandas、n u n p y、まあ、TQDM、あと Globe をここでインストールして、まあ、あとちょっとその時間、簡単に時間計測できるようにロガーも今回仕込んでいきます。 この辺のそのロガーの話は私の過去の YouTube 動画でもやったんで、まあ、その辺見ていただければと思います。で、ここにつらつら書いていくと、で、時間計測のために、えっ、ー、と、ロガースタートと、あと、まあ、使うかわかんないですけど、えっ、ー、と、N ファミリー、ファミリー、あの、家族が5000人今回いて、100日あって、で、えっ、ー、と、プレゼントのチョイスが10あります。 で、さっき言ったとおり、プレゼントのチョイスは今回、定式からも外すんで、まあ、これはなくてもいいと。はい。です。で、デイズ、その、まあ、今回、その、ちょっとわかりにくいんですけど、100日っていうのの、その、が、その、クリスマスの日を起点に後ろにこう動いていくんで、だからその、インデックスが増えると、その前の日に戻ってるんですよ。それがややこしいんで、まあ、先にそのデイズっていうのを、えっ、ー、と、 リストで、えっ、ー、と、family をインス読み込みます。で、これはその、さっき、えっ、ー、と、パワポで見せたこのファイルですね。えっ、ー、と、この、このファイルです。はい。まあ、これはあの見てください、まあじあの。ダウンロードもできるんで。はい。で、 えっと、ファミリーサイズ。ファミリーサイズは後で手指キャで使いたいんで、その、Python の辞書ってかなり実装がいけてて、あの、動作が早いんで、逆に言うとパンダスかなり遅いんで、えっ、ー、と、辞書化してあのアクセスを早くします。で、えっ、ー、と、ここなんですけど、ちょっと、まあ、これを解説するのめんどくさかったんで、えっ、ー、と、3分クッキング方式で用意したピクルスを、えっ、ー、と、用意しています。で、これ何やってるかっていうと、 えっと、ファミリーがある日に参加した時のコストっていうのをあらかじめえと計算しておきました。まあ、だからその、さっき言ったこの C, C の関数ですね、ここの C のコストの関数とこっちでいう C の関数、C の係数がこのえと辞書に入っています。まあ、その F と D 入れるとその、その日に、 家族、その家族が参加した時の、えっ、ー、と、最小のプレゼント費用っていうのが自動で出てくるようになっています。まあ、これはね、ちょっと、た、あの、めんどくさいんで、はい、やってしまいます。で、えっ、ー、と、ここでまず、その、次に、えっ、ー、と、さっきの、あの、アカウンティングコストの列挙もしちゃいます。あの、さっきはここ PQ でしたが、まあ、直しますか。せっかくライブコーディングしてますし、PQ に対して、 で、p と q の、えっ、ー、と、差を取るんですね。えっ、ー、と、さっき見せたとおり、これがコストなんで、まずここで差が使われてるんで、差を作って、で、pq。で、えっ、ー、と、pq。で、えっ、ー、と、これで、このコストを計算しています。で、右を取ってるって、10万以下のやつはもう10万であの切り揃えてしまっています。 なんでかっていうと、これ、その指数関数なんで、あの、値がすごい大きくなってあロ、あの、ロあの、ミップソルバー上の数値が不安定になるんですね。で、これ、その <laughs>、事前知識使っていいのか問題はあるんですけど、これ見ると、最適解がその7万ぐらいなんで、10万の変数のところは絶対に選ばれないんですよ。それやったら、あの、目的関数に,にプラス10万ってなるんで、もうちょっと攻められますね、値は。 まあなんですが、まあそんなふうにできると。で、えっ、ー、と次は、えっ、ー、と、はいで。これは、まあ,あの変数の名前なんでちょっと後で話しますが、えっ、ー、と、だこれはここに置いといた方がいいかな。はい。これも ij になってるけど、これ fd と一緒ですね。えっと F D、fd。 で、えー、っと、こっちが、えー、っと、z のコストと z の目の前。はい。で、見て、停式化見ていただけると分かる通り、この、この定す、定このコスト、こっちじゃない。このコストは、この1個の変数に対応しますし、この a も、その、1個の z に対応する、あの、定式化になっているので、えー、っと、 だこれがコストの辞書。えっ、ー、と、こっちもそのファプレゼントコストの辞書。で、そこれが変数の名前っていうのをちょっとここ先に作っておきます。で、これもそのコストにあの、まあちょっとえっ、ー、と、これがえっ、ー、と、だアアイイだこれがもう pq ですね。pq、pq。 で、えー、っと、PQ、p ということで、えー、っと、その、各その、ここの、えー、っと、A の日付は PQ 関係ないんですけど、ちょっと後々便利のために、その、PQ 分 A も増やしておきます。まあ、メモリ食っちゃうんで、メモリ少ない場合は、えー、っと、控えた方がいいと思いますが、はい。 で、えっ、ー、と、はい、ここまでがいろいろ準備で、まあ、ここまで分かってなくても、この、この変数作ったものを後々使っていくんで、ま、使うとこ見ればどうして作ったかっていうのが分かるようになっていくと思います。で、まず、Globe GP。えっ、ー、と、Globe を GP、GlobePy を GP でインポートしてあるので、モデルを定義します。で、えっ、ー、と、まず最初に、Variables ですね。決定件変数を定義していきます。 えっと、ここで言うとこの x と z ですね。で、これ、グロービーの定義の仕方は、まあいろいろあるんですけど、まあこれですね。えっ、ー、と、まず、あと,、えー、と、バリアブルズで、これで渡すと、あの辞書の形で返ってきます。で、辞書のキーをまず第一変数、引数で渡します。で、グロービーのところは、その、すごいところは、このオブジェクトバリュー、 オブジェクト、あの目的関数をここで定義することができるんですね。えっ、ー、と、ここ、係数、この変数に対する係数は何っていう。で、ロ入れれば、その目的関数にない変数に対しては消去できると。なので、今回さっきコストを用意したんで、コストこれです。で、えっ、ー、と、今回01変数なんで、GB バイナリーですと。で、えっ、ー、と、名前、変数にその、後々名前つけておくと、 分かりやくてこれ辞書が渡せて、だから、えー、とこの変数っていうのはさっき X、あのおここも FD だ、怒られてる、FD が、えー、とこ,のこの変数名、このテキストで渡します。で、えー、Z に対しても同じで、だから、えー、とこのキー、これがキーになる辞書で、ああの辞書の そのバリューが、えー、とこのグロービーの変数インスタンスになっているという形にします。で、オブジェクト関数はこの A ですね。さっき用意した A を渡して、えー、とここの PQ ですね。はい、マップの、えー、と Z を渡して名前を付けて、あとバイナリ変数だよというふうにやって変数の定義は終了です。 でここまでで変数の定義が終わったんで、ここから、えー、と制約を作っていきます。で、はい。EachFamily は必ず、えー、と1回どっかのセッションに入れないといけないよっていう、この最初の、えー、と制約を作っていきます。で、これを、えー、と作ると、Add Constraints, Const Add Constraints で、えっと、複数の、えっと、制約を一遍に渡すことができます。で、ちょっと前にその、フリーだと API コールが遅いっていう話になってますけど、やっぱ Python って遅い言語なんで、こういうその、一っに渡せる系のやつは、えっと、一っに渡した方がいいです。で、このクイックサムっていうのは、で、実際、その、ここサム、ここのサメーションを取ってるんですけど、その、 ビルトインのサムはまた遅くて、で、これ実際にサム取ってるわけじゃなくて、この,この和,和がこれになってねっていう、その制約を記述したいだけなんで、こういうクイックサムっていうのはどのライブラリでも提供されてるので、えー、と使った方が、えっ、ー、と、早いです。なので、えっ、ー、と、GP クイックサムっていうので、えっ、ー、と、日付ごとに、あの、差を取って、えっ、ー、と、違う違う違う,違う。うん あ、いいのか。えっ、ー、と、全日付で、えっ、ー、と、参加して、まあ、各家族はどっかに、えーの、参加しないといけないよっていうのを、えー、まあこれが、はい、2のファミリーに対してなんで、えっ、ー、と、そうですね。で、これなんですけど、これタプルで渡せて、えっ、ー、と、この後ろに、例えば、コンスト、あ、違う。えっ、ー、と、ちゃちゃちゃ、ここじゃなかった。失礼。 えー、タップルで渡せて、ここにだ変数あの、制約名っていうのを渡すことができます。この場合は F とかですね。で、こう、まあ、制約名つけとくと、後々便利なことがある。あの、あ後々、制約のその過読性が上がって、でグロービーとか結構、実行、その定式化ミスってたりすると、この制約があの違反してるよとかを教えてくれるんで、 あの線数の名前は付けた方が、あの、制約の名前は付けた方がいいです。それもその、過読性の高い名前付けた方がいいですが、まあ今回は、これやるとその、横に大きくなっちゃうんで、えっ、ー、と、横に大きくなっちゃうんで、あの、収まりきらなそうなんでやめておきますが、はい、あのじ、実際にビジネスとかで使うときは、えっ、ー、と、やった方がいいです。で、次は、えっ、ー、と、e、1。 その各費はその125から300人を参加しなきゃいけないよっていう、ここですね。えー、っと、だからこれ Z もそのどれかに、そのどれかパターンしか取れないよって。D 日に125人と140人参加するっていう状態は両立し得ないので、まあどれか1個だけにしてくださいっていう形になります。で、これもやって、で、PQ で足して、 えっと、各、その、すべての日付に対してやります。で、次は、えっ、ー、と、ナップザックコンストレインズとか名前つけてますけど、まあ、その、Z のおかげで、えっ、ー、と、その、Z が決まると、各日にどれだけの人を、その、参加させるかっていうのは決まります。で、誰を参加させるっていうところを記述しないと、えっ、ー、と、意味ない最適化になっちゃうので、えっ、ー、と、X に、 えとファミリーサイズをたかけてその差を全部のファミリーで差を取るとそれはその P、えー、とこの P の値にえとなるよっていうそういう制約をかけますなのでその MIP を定式化するときはこんな感じにその制約のその絡み合いを頭の中でやってこの制約の,そのコンビネーションがそのいかにその目的としている問題をちゃんと記述できているかっていうのをデザインします これ結構楽しいんですよね。で、うまく定式化できると、ふんふんって感じになるので、まあ、この辺の楽しさが伝わると面白いの、ね、ですまあ、ちょっと、まあ、その停止化のスキルは、問題見て、いろいろ、いろんなその有名な定式化見て覚えていくしかないので、まあ、やっていくと、あの、覚えますし、やらないと覚わないっていう感じですね。はい。で、次が、はい。day by day. コンストラインスとか言ってますけど、まあ、つまり、その、さっきやった、その、z の変数っていうのは、このマトリックスが日付分あるんで,ここで、で d、んでここの d、で、行が d1、列が d たす1、で、次のやつは行が d たす1、d たす2なんで、ここの d たす1日同士の,あの一貫性を保持しなきゃいけないんで、制約でイコールになるようにします。なので、えっと、p でこっちはサム取って、えっと、 行方向をつあ、行をつぶして、えっ、ー、と、ここ、縦に差を取っています。あ、縦に差も取っていますね。で、次は九なんで、えっ、ー、と、横に差も取って、それがイコールになってねっていうふうにします。で、えっ、ー、と、ここまでで、えっ、ー、と、対子化は終わりで、これを、その、 まあこれはモデリング言語なんで、その一般的な、えっと、形式で書き出すことができます。で、LP ファイルっていうのは、まあ日本人間もわかりやすい、えっと、フォーマットで、ただちょっとファイルサイズが大きいと。で、NPS ファイルっていうのがあって、そっちはまあまあもうちょっとマシンフレンドリー。だけど人間にはわからないっていう、まあ LP ファイルと NPS ファイル知っておけばいいですかね。まあ、一旦 LP ファイルでいいですね。はい。で、えー はい、書き出します。まあ、この,あの作業は、えっ、ー、と、やってもやらなくてもいいですが、まあ一応書き出しておきますかね。で、えっ、ー、と、オプティマイゼーションを始めますよということで、モデル e l o p t i m i z e をやると、えっ、ー、と、終わりです。で、ここまでで、えっ、ー、と、4種類の 1, 2,、一二三四種類の制約を書き出して、で、えっ、ー、と定数、あの変数をここで定義。 してで変数はやっぱりその辞書型に詰めるっていうのが一般的です。で最適化はさっきその A とか見せましたけどこの係数行列はものすごいスパースにあの,ゼロの要素が多いことがあの一般的なのでそのこれをその,あのアレイで定義しちゃうとその 0のところもその変数を保持しなきゃいけなくて、グロービーも解くときそれ邪魔ですし、えー、とメモリも食うので、まあ、辞書型でその素行列の,あの辞書形式の保持の仕方を、まあ、素行列の持ち方として辞書で持つことってあるんですけど、あのそれ、まあ、だ辞書型だとそのスパース行列の表現がしやすいので、まあ、変数はあのなるべく辞書で持っといた方がいいです。 パイソンの辞書は結構実装優秀なんであの、早いです。はい。なので、あんまりその、オーバーヘッドを気にせずにもいけると思います。まあ、パイソン使ってる時点でっていうのはあるんで,で、このモデリング言語、Java とかからも呼び出せるんで、あの、本当に、その、えっ、ー、と、オーバーヘッドがクリティカルな場合は Java とかで書くことをお勧めします。もちろん C, C とかでも書けます。はい。で、えっ、ー、と、ロガーの設定をして、はい、これで実装が終わりましたね。 はい。なので、グロービー君に、えっと、解いてもらいます。まあ、ナンパイと OS は使わなかったまあまあ、これではい。エラーもないので、きっと動くでしょう。というか、ロケハンしてコピーしただけなんで、動いてくれないと困ると。YouTube、グロービー。ああ、見れないですかね。はい。一歩大きくします。はい。で。でも、YouTube、グロービーと。はい。 で、えっ、ー、と、スタートします。で、ここ読み込みがあって、グロービーのそのモデルファイルが、えっ、ー、と、読み込まれると、ライセンスあるよって言って、まあ、私は学生なんで、アカデミックライセンスです。で、グロービは面白いところが、その、卒業した後、その,あの、卒業後も使えるライセンスっていうのが、あの、申請できて、しかもそれは商用でも使えるっていう、その面白い、あの、制度があって、まあ、私、それ使おうと思っています。 で日本の場合は代理店を通さなきゃいけないんですけど多分できるはずなんでまあチャレンジしてみるといいと思いますで後々比較しますけどこの辺のやっぱりその早いんですねあの定式化ここ法文その日付の法文を回してます100なんであのがまあ246秒ですぐあの一瞬で定式化が終わって LP ファイルの書き出しも13秒ぐらいで終わって、オプティマイゼーションがスタートして、で、今こう。で、今ちょっとその標準出力と、あのあ、ログが両方出ちゃってるんで、うん、まあもともとちょっとその拡大しているので難しいですね。で、まずこのプリソルブっていうのがあの走っています。 で、ちょっとちっちゃくするかな。えっ、ー、と、プリソルブっていうのが走っています。で、これは、その、例えば停止化したときに、ある変数はもう、絶対、あの、0だろうとか1だろうとかいうのがあるんで、ここで、その、問題を賢くちっちゃくしてくれています。で、やっぱこれが、あの、グロービのとか、あの、シープレックスのまたすごいところで、あの、フリーのソルバーのプリソルブは時間かかる上、問題はあまちっちゃくならないんですけど、 これ商用ソルバーのプリソルブがかなり効きますね。だから、そのプリソルブがやってくれるから、あの定式化のところはあ,のあんまり人間がゴリゴリやらなくていいんですよあの。人間が渡しやすい形でモデル定義してやったら、グロービアープリソルブであのマシンが解きやすい形に勝手にしてくれるんで、だからこの辺やっぱ商用ソルバーはすごいあのですよね。はい。まあ、すごいしか言ってないんですけど、いや、実際すごいんですよ。で、プリソルブでリムーブって言ってるんで、 今回行が制約ですね。で、あの、列があの変数なんで、3万変数、176制約も減らしていますね。で、えっと、プリソルブが終わって、えっと、まあ、バイナリ変数が、えっと、350万。で、100万超えると m i かなり辛いって言われてますけど、今回それが解けちゃったっていう形ですね。はい、で、解くのが始まっています。 で、これが、さっきちょっとインカンベントとかで話しまして、あ、これはまず、その、最初の LP、あの、線形計画問題を解いています。で、このログは、えっ、ー、と、プライマルデュアルですよね。はい、プライマルデュアルで、その、主相対内転法で解いてて、プライマルのとデュアルの、その、さっきの、その、両方から攻めていくってやつをまさに今やっていて、ここが一致すると終わりになります。で、エラーがどこかな、えー ここかなここが多分エラーになっていてこれが10のマイナス10乗ぐらいまでになったらえっ、ー、と終わるはずですねまあまだ見,見たとおりプライマルとデュアルの値結構離れてるんでえっ、ー、とまあ少し待ってみますかねまあ適宜カットするかでもカットもめんどくさいからなまあこのまま上げちゃう気がしますがはいその辺は適当にやっていきます で、まあ、だいぶ近づいてきましたね。これで10のマイナス6乗までエラーが落ちて。だ見ての通り、その10のマイナス8乗、10乗ぐらいのエラーがない、あの、がないと結構数値計算の世界だと辛かったりするんですね。はい、これで終わりました。えっ、ー、と、解のに200秒かかって、えっ、ー、と、今、その LP 緩和解が6万ぐらいって出てたんで、だからその、6万6千ですね。 LP の,そのリラクゼーションが66000。さっき見た通り、最適値は68,888なんで、その緩和解とその最適解の間にはこんだけ差があります。で、こっから今、そのスタートしてベストバウンドがここです。で、これがどんだけ上がっていくかっていうのを見ます。で、インカンベントっていうのは現在見つかってる実行可能会ですね。だから制約を満たした会の一番いいやつっていうのが出るんですけど、今は見つかってないんで、えっ、ー、と、です。だこれを、 そのインカンベント、いい回を見つける方に注力するか、このバウンドを上げる方を注力するかっていう、その、二通り、あの、ある、オプションのその戦略があって、あの、グロービーのパラメーターで渡すと結構、その辺、あの、その、調整することができます。ビジネスだと、なるべく早くいい回が見つかってほしいっていう場合があって、 ただそういう会を探してると最適解にたどり着く時間が遅くなっちゃったりするのであのまあこれをやるとえっ、ー、とあのまあどっちがあのやりたいか今回だと最適解じゃないともう勝てないんでだその途中の会は何でもいいみたいな形になりますたださっきちょっと言ったその分子限定法の時にいい自己可能解があるとあの限定操作がはかどる のでまあそれはまあほんまあグロービアの中でいいように本当はやってくれてますね。はいで,うん、で、CPU の使用量を見てみると、はい、まあ最初なんでまだ800あ、コアを設定しないから800で止まってましたかね。はい、で、なんか GP 実際にコンペで使ったコード、私のコードを見せると、あ,あそうですね。最初にパラメータスレッド16っていうのを渡します。で、カット、さっきちょっとその、えっ、ー、と、雪上平面法のとこでやって、これかなりアグレッシブにやって、あと、ま、シートとかもやって、あと、ミップギャップですね。その、緩和解答のどこ、差がどこになったら止めるかとか、ミップフォーカス、これ最適値をやってます。で、これもその、プレイソログをどんだけきつくするかで、その、 シメトリー対称性をやったらその対称性のところは削ると問題ちっちゃくなるんで、はい、とかこの辺いろいろどのヒューリスティックは現在そのよ,よりよい回をヒューリスティック的に求めるってだそれをどんだけの頻度でやるかとかいろいろ調整するとこすごいいっぱいあるんで、まあ、これどれが効くかとかもかなり経験によりますね。 で、まあ、これ待ってても仕方ないので、一回グロービーは止めると、はい、まあ、溶けてくれるといいなって感じです。で、まあ、グロービーはあの紹介しましたが、グロービー知っても、ほぼ大多数の方は、これ、グロービー手元にないと思うので、一応、パルプの実装も紹介します。パルプドット。はい。 これはもうロケハンしてあって、えー、っと、この実装を3分クッキング方式で見せていきます。まあでも結構丁寧にあのよく準備したなと、はい、あの思います。普通ねあの、複数の言語で同じ問題停止化することはないので。で、同じですね。えー、っと、で、さっきのグロービーパイの代わりにパルプのいくつか LP の、LP バリアブルはいらないな。 あのいくつかの紹介していきますで、まあ、これもその、まあ、どっか使ってるところを見た方が早いんで、あの後々分かっていくと思います。あで、さっき言ったそのクイックサムに相当するのが、パルプの場合は LP サムです。なので、ビルトインのサムじゃなくて、組み込みの,あのサムじゃなくて、ちゃんとこういうサムを使いましょう。ていうか、特にさっき C プレックスで、普通のサム使ったらすごい遅かったんですよ。 なので、えー、と皆さん注意してください。でここはさっきと共通ですあの。はい。で、そのデータの準備のところまでは共通です。で、えっ、ー、と、モデルをまず定義します。で、えっ、ー、と、パルプの場合は、その LP プログラムっていうのでモデル定義して、名前つけてあげて、最適化か最小化かっていうのをやります。 で、次に、えっ、ー、と、define variables なんで、えっ、ー、と、変数を定義します。はい。で、さっき作った、その、さっき、あー、pq が直ってないな。まあいいや、えっ、ー、と、さっき作った、ここの pq と一緒ですね。こっちの使うか。あ、こっちじゃない、こっちか。はい。で、まあ、 さっき見たとおり、z は、添え字が、うん、添え字が、p と q と d です。で、x は f と d なので、えー、っと、そんな感じ。p、p q、d ですね。で、x の場合は ij ですが、まあ、family と d。ださっき f と d にしましたが、まあまあいいでしょう。はい。で、えー、っと変数定義です。で、えー、っと、カテゴリー LP バレーボール。だ第一変数が変数名。で、 えっと、バリエその、キャットっていうのが、その、バイナリー変数なのか、整数なのか、あの、コンティニアスなのかっていう、えっ、ー、と、話になります。まあ、こういう、この、だ、どの、てか、グロービーが最初にこういうのをやり出したんで、どれも API はほぼ似てる、同じなんですよね。だから、一個覚えちゃえば、大体、あの、一瞬で他のにもできます。で、えっ、ー、と、パルプ、 の場合は、えっ、ー、とせあの、制約追加をモデルに対してプラスイコールの、えっ、ー、と、オペレーションでできます。なので、えっ、ー、と、さっきの、えっ、ー、と、各ファミリーはどっかの日に参加しなきゃいけないよと、あと、はい。えっ、ー、と、その、各例は、各日は125から300人の、あの、Z の変数、<laughs> なきゃいけない。 で、さっきは、アドコンストラーズで、その一気に投入できたんですけど、まあ、パルプの場合は、その、4分を回して、プラスイコールで1個1個入れていかなきゃいけないので、まあ、こう、この辺も、パルプもあるのかなまあ、あるのかもしれないですけど、まあ、私が昔勉強したときはなかったんで、はい、あの、ないです。で、ナップザック、その、どの日、その、どの日に何って決まった後、じゃ誰がどの日に参加するのっていうセンスと、 あとは、その、さっきの Z の日付の列強と列の,あのコンシステンシーというか、一貫性です。で、パルプの場合はああ、あの、さっき、あの、変数、変数宣言の時にオブジェクトバリューを宣言できなかったので、あの、別途、えっ、ー、と、目的関数を渡してあげる必要があります。だから、簡単ですね。あの、LP サムで、 変数 x にそのさっきの x のコストかけて、えっと、z に z のコストかけてるって、ただそれだけです。で、pulp もここ、えっと、r i ト l p ってコマンドがあって、lp ファイルを書き出すことができます。nps ファイルも多分できます。あ、できないかも。はい、その辺はちょっとわかんないです。で、オプティマイゼーションスタートで。で、はい。で、 まあ、コイン MPDLL と CMD って2通りその呼び方があるんですけど、まあまあ CMD でいいでしょう。で、メッセージは1にしないと標準出力に出てくれないので、まあ、こう、これにした方がいいです。で、まあ、これだけですね。で、まあ、はい。やっていくこと同じですね。違いはプラスイコールで変数追加したのと LP サムにしたので、あとは一緒ですね。あ,あとその、その、一気に、ジェネレーターでの投入ができないので、あの、 フォを用意に回してるっていうのが違うところですね。あ、LP バリアブル、そうか、さっき消しちゃったな、はい、はい。こんな感じです。まあ、やる人によってはこういうふうに、まあ全部インポートしちゃう人もいるんですけど、やっぱこれは Python、そのバッドプラクティスの一つなんで、まあこういうふうにちゃんとインポートした方がいいですね。で、今回変数名の定義にこれ使わなかったんで赤くなってますが、まあまあいいでしょう。はい。 でこれで定義終わりです。ではい。じゃあ、そのログの設定と実行のところをやって、じゃ実行していきますかね。で、あで、え、う、ー、ん、これがさっきの。 えっと、グロービのログで、えー、っと、ああ、そう、何回か実行したから、こう、ここはスタートで、まあ、各数秒ずつた、あの、各数秒ずつしか経ってないっていうんで、まあ、ちょっとこれを CBC と比較してみたいと思います。 で、Python d e の YouTube の、えっ、ー、と、パルプか。あ、このコードとかは多分 GitHub に、多分てか GitHub に上げるんで、まあまあ、その、多少見えなくても大丈夫です。はい、まず Defineverse が、ここは、えー、っと、9秒。で、さっきは、まあ8秒、9秒ぐらいなんで、まあ、ここは一緒ですね。ただ、 ここのその、each day has、ここが、えっ、ー、と、さっきは3秒で済んでたのが、まあ、ここは14秒かかってますね。ラップタックのところは、さっきは5秒で済んでたんですけど、もう12秒ですね。まあ、やはり Python でやっぱ、f o r b を回した瞬間、遅くなるっていう、よくあるパターンですね。はい。 で、今回、モデルサイズがそこまでじゃないんで、あんま気にならないんですけど、これはもっとでかい問題だとパルプ、辛いですね。多分前よりは早くなった気はします。はい。さっき、グローブは5秒だったところは27秒ですね。で、ここの冷媒デイバイデは、さっき7秒だったのが14秒ぐらいですかね。はい。で、オブジェクトファンクションを今回定義しなきゃいけないので、さっきはなかったところが、えっと、遅くなりますね。 オブジェクトファンクションはあの、サムの量を全部、全変数でサム取るんで、結構遅いんですよ。はい。で、あと、あ、では、あの、LP ファイルの出力が始まりました。さっきもここは、ここは14秒ぐらいかな。はい、14秒ぐらいかかってます。 まあ、これ LP ファイルかなり量を書き出すんでね、あの、ヒューマンフレンドリーな分すごい遅いんですよ。あ見せ見、見せますかね。このグロービーの LP ファイル、あ、ここで、その、さっき、その、ここで、さっき見せた。 これあったじゃないですか。だからこれをそのまま書いてるだけなんですよ。で、こう、だーって。いや、すごい量になるんですよ。で、まあ、だここ上で変数名とあの制約名ちゃんとつけておくと、可読性が上がるんで、やっといた方がいいですって感じですね。もうまだやってる。はい。まあ、この辺やっぱ、まあ、グロービー、まあ、高いだけはあると。 いうその前、シーク、その前、シープレックスの話もしますか。ただ、コピペするだけでもう、そのライブコーディングとか、あの、いちいちファイル作ってコピペもしなくていいだろうって気がしてきたんで、はい。見せるだけにしますが。えっ、ー、と、はい。最そのシープレックスの自体の API もあるんですけど、最近この DoC プレックスを使いみたいな感じになってたんですけど、なんか Web に、 全然情報はないんですよねだからこれ使うの結構大変でしたただこの d o i p l e x はあのあのこのピップで入るんですよなのでそのシープ p l e x を買わなくても使えるっていうのが結構大きくて g l o b のこの API は g l o b 買わないと使えないんですよで何が起こるかっていうとあやべえー、とさっきそっかこれを入れてなかった これ入れてなかったので、これ入れると動きますが、結局何秒かかってる、はい、今だから9時50分。あ,あ、わかんないけど、まあまあ30、1分近くかかってますね。まあいいや、もう一回流しておきますか。で、その間にシープレックスを。えー、っと、なんで、このモデリングファイルだけは、モデリングライブラルだけは無料で使えるのが結構大きくて、で、何が起こるかっていうと、 その商用ビジネスで使った時にステージングサーバーとかテストサーバーあのデベロップメントサーバーにあのグロービーのライセンスが必要になるんですよ。だからこれ数百万するんで本番環境以外あんま買いたくまあ100歩削ってステージングまでですかねあの買いたくないんですよ。で開発機なんかなおさらでだからそのモデリングだけは適切に動くっていうそのテストをかけるっていうのはかなり大きくてあの テストサーバー上でもこれはインストールできるんで、だからそのグロービーはいいんですけど、そのモデリング言語が、えっと、買わないと使えないっていうのは結構でかいです。パルプとかはモデリング言語 CBC をあのコールすることもできますし、グロービーをコールすることもできるし、あの、シープレックスも使えるので、まあ、ユニバーサルなんですよね。だからまあ、パルプちょっとさっきまであの下げをしてましたが、こいつすごいやつなんですよ。ただ、さっきその、 賢くとくには、あの、パラメータを指定しなきゃいけないっていう。でパラメータはソルバースペシフィックで,で、パルプの場合そこ渡せないことがちょっとあるので、まあそこはちょっと一長一短ですね。はい。で、えっ、ー、と、シープレックスを見ていくと、まあ、シープレックスは、まあ、グロービーとパルプの間ぐらいですね。ここは一緒で、えっ、ー、と、はい。バーディクトであの変数を一気に宣言できます。これがキーで、 えっと、バイナリータイプはで、あと、ネームはこれ、あの変数でやっていて、このキーが変数、あの引数で来るんで、あの辞書にアクセスしてあげると、変数に名前を付けられます。で、あの、アドコンストレインツがあるので、あげてあげます。で、あの、さっきは LP サムだったり、クイックサムだったやつを、モデルサムっていうのがあります。まあ、あとは一緒ですね。 で、オブジェクトファンクション、こっちも定義してあげなきゃいけないんで、これをや,、えー、とやってあげて、で、えっ、ー、と、今回、最小化したいんで、モデルドットミニマイズで、えっ、ー、と、目的関数をセットしてあげます。で、エクスポートーズ LP で LP として書き出して、だここまではシープレックスのライセンスなくても動くんですよ。で、最後、あのソルバー、多分エージェントローからはなくてもいいですね。で、動くという形です。 で、はい。で、まあ、ここはデータ読み込み。Define Variable、さっき8秒ぐらいでしたね。あれ、グロービ e の場合は目的関数もセットして8秒なので、これは、でも8秒、7秒ぐらいですね。で、ここも、だからさっき CBC だと、 14、27,15だったのが、はい、26、さっき25が、266ということで、やっぱ3倍以上早くはなりますね。はい。まあやっぱシープレックスも、まあ最近グロービーがやっぱ勢いありますけど、シープレックスもやはりいいソルバーですね。で、オブジェクトファンクションの定義が、 まあ8秒ぐらいで終わって LP ファイルの書き出しが始まりました。LP ファイルの書き出しがこれ2分ぐらいかかってますね。LP ファイルの書き出し CBC だと2分ぐらいかかっています。であの最適化スタートしたんですけどっとうんともすんとも言わないということで、はい、CBC やはりフリーのソルバーはこうなってしまいますね。 いや、いや、本当魔物なんですよ。あの、商用ソルバーは。だからまあ、ビジネス、その、会社でやった時はまあ、その、その、開発にお金かけるんじゃなくて、ライセンス買った方が早いっていうのは往々にしてありえますね。はい。それで,でこ、まあ、1分もかからないぐらいで、はい。あの、LP ファイルの書き出しは終わりましたね。 まあやっぱファイルサイズ膨大なんで、あの一瞬で終わるってことは無理ですね。はい。で、C プレックスがあの、はい、バージョン12.10が、あの、動き始めました。えっ、ー、と、こっちの CBC 君は、あ、一応、動き出しましたね。さっきもここまで行ったんですよ。で、8スレッド並列にして、あの制限時間3600っていう風にさっき渡してあるので、ここですね。 で、えー、プリソルブしてやんのかな、これ。あ、プリソルブをが終わったんだことですね。終わった、これからプリソルブしてんのか。多分、こっからプリソルブですね。で、一重百100千万、十万、百万、うん、で、二千四百。これ、レフトハンドサイドだから、制約数 ちょっとこれ、見方が分かんないですね。あ、こっち見た方がいいのか。だから、えー、っと、行数が、制約数が300万。で、えー、っと、列数が、えー、っと、あ、違う違う違う。制約数が2万2千で、変数数が300万なんで、300万変数はかなり大きいですね。やっぱ CBC にはもう解けるサイズではないですね。はい。 で、一応多分頑張ってると思いますが、ああ、プリソルブは並列しないから、はい、ワンコアで頑張ってますね。で、はい、今プリソルブして、リデュースの MIP が、えー、っと、まあ、35万変数で、 でシープレックスの場合はプリソロブが複数回かかるので、これ最終的に100万変数ぐらいまで落ちるんですよね、シープレックスの場合は。なので私もその最終的なサーミッションはシープレックスで解きました。まあ、よく言われるのはグロービアはその早くいい換えが求まると。シープレックスはあの最適化に行くのが早いみたいな俗説がよく聞かれますね。はい。 ですまあ、こんな感じでまあまあどれも似たような感じですよねで実装することができますで余談なんですけどさっきその総線形の形まあ見せたじゃないですか一応これもグロービーは溶けるんでこれで投げてみるのを見せたいと思いますね でまあこれ実装は見せないんですけどこれ実際に私がコンペで使ったやつでうんとはいまあまあすぐ始まると思いますうんでまあ まあここまで書き足で話したんでまあゆっくり見ていきますかねまあ変数数自体はやっぱそのこの QP のあの2次の形で定式化した方があの変数数は減るんで実行までは早いはずもしかしたら LP ファイル書き出してるかもまあまあ待ちましょうかあのロケンの時に動くのを見たんで プレソルブが終わって、えー、っと、110、0 0まあ350万変数ぐらいありますね。で、この、ミップエンファサイズっていうのが、まあそのオプティマリティ、その最適解求めるっていうのと、いいその実行可能かに見つけるの、どっちをやるのっていうところで、まあ、バランス取ってねっていう、そのオートマティックにやるやつになってますね。 で、クリークっていうのは、まあ、これもカットの一つですね。なので、まあ、あの、これがあると、その、ミップの性能が上がるっていうことになります。まあ、これもちょっともう、解いても仕方ないので。その、シーレックスは、その、始まるまで時間かかるんですよね。結構、その、まあ、プリソルとかをしっかり解いてるんだと思いますが、はい。いや、こう、キルしちゃう。はい。で、あ、始まってますね。で、えー、っと、 で、あとこの QP の形で、あの、二次の形でやると、もうプリソルブの性能もやっぱり落ちるんですよね。なので、あので、シンプレックス法が使えなくなって、内転法か有効制約法で解くと思うんですけど、あの、まあ、やっぱそこもやっぱ MIP ほどはその成熟してないので、 やっぱ、あの、MIP で定式化した方が大体早いですね。はい。見ると、その、ベストバウンドが4万から始まってるじゃないですか。さっき6万7000で、ほぼ最適化に近いところのバウンドが得られたのに、これで定式化すると、バウンドがすごい低いんで、やっぱりこっちでやると、多分、1ヶ月ぐらい回しても最適化いけない可能性がありますね。はい。なので、あの、定式化っていうのはすごい大事です。で、さっきその、相対、あの、KO、 見ましたけど、その詩問題と相対問題、どっちで停止化すると早いかみたいな話もあります。まあ、プリソルブでその辺もうまい具合にはやってくれるんですけど、やっぱ人間がやった方が早くはなるので、だその、相対にだ変数数と制約数が相対問題と詩問題で逆転するんですよ。詩問題の変数数は相対問題の制約数になって、えっ、ー、と、詩問題の制約数は相対問題の変数数になる。で、この辺のその、 トリックっていうのが結構その、あの、列性製法とかだったりで使われているので、あの、まあ、勉強すると、あの、面白いですよ。はい。です。で、まあ、大体見せられたかな。はい。で、まあ、その Python から叩くだけじゃなくて、Cplex、Cplex、BIN、 で、たいそのどのソルバーもそのインタラクティブシェルっていうのをやってて、シェル上でこういうふうにあの実行することもできます。例えばサンタ2019で、さっきパルプで作った LP ファイルがあったと思いますけど、パルプの LP ファイルを読み込んで、 で、えっ、ー、と、オプティマイズってやると、はい、はい、解くことができるので、まあ、さっき言った通り、ちょっとその、モデリングって結構時間かかるんで、あの、パイ t API いっぱい叩くんで、一回書き出しちゃうと、いろんなソルバーで試せるので、えっ、ー、と、いいです。あと、その、neos サーバーっていうのがあって、えっ、ー、と、はい。lp ファイルとかを投げると、 解いてくれるサーバーバがありますでサミットジョブであのいろんなそのグロービーとかもあるはずですね。はい。大体投げるんで多分時間制限とかあると思うんで、あの、あれでコンペで使えたかは怪しいですけど、まあまあ簡単にやるのはできますね。はい。a アンプルとか LP ファイルもいけるし、NPS ファイルもいけるって、そんな感じですね。はい。 で,すで,すで、グロービーにもインタラクティブシェルあります。という感じではい。まあ、MIP での定式化の、だ最初数式で、この紙と鉛筆で運、うん、この制約の一覧、こ,れこういうの、まあ、実際に本当これを書きます。こういうのを書いた後、モデリング言語でこれを実装して、で、解くっていうのを、まあ、我々、MIP 使いの人はやります。 で、えっ、ー、と、あと、tips で、ディスカッションで、まあ、この人が結構ディスカッションアクティブだった人がいて、この人ですね。で、と、で、何やったかっていう、まあ、LP のフォーミュレーションは一緒ですね。で、our trick っていうのが多分これ私と同じで、これ、この、サムを取って、その、この、ここのコンシステンシーを、あの、一貫性をキープするっていうのをやっています。ただ、 私これあの行側のサムしかやんなかったんで列側のサムとか入れたりあれ入れたっけなまあ私もこういうその冗長な制約を加えてあの冗長な制約はその密報解く時にその探査空間を探査空間は狭まらないから,からカットが有効に効きやすくなるんですねでこの人言ってる通りこのサムしたやつを変数として定義してるんですねでこれ変数として定義するとっていうと 変数として定義するとその変数のところでブランチがカットがかかるんでまあ速くなってるよというまあこれもトリックですねその直感的には変数数増やすと解くの時間かかりそうなんですけど MIP の場合はそのいろんな要素が絡まって変数増やした方が早いだから等価な問題もああ同じ問題もどうやって停止化するかによってかなり時間が変わってくるのでまあその辺のこのコンペは <laughs> ミップの面白さに触れられらるちょうどいい問題サイズですねコンペとしてはあと10倍問題大きければ多分ミップじゃ解けなかったんでそっちの方が良かったかなとは思いますがはいそんな感じですねまあなので皆さんあの最適化したいなって思ったらグローブは高いんでね CBC から始めてあの実績を積み重ねていけばあの グロービー買ってもらえるかもしれないですし、えっ、ー、と、数理システムさんのニューオプトは確かランタイムライセンス10万とかだったんで、そんなに高くないですね。あ、その、個人としたら高いんですけど。あと、グロービーの場合は、その、アカデミックライセンスっていうのがあって、うん、いや、あ、プログラム。 日本の場合、ちょっと代理店通すねあ怪しいんですけど、フリーアカデミックライセンスと、あと、その、卒業した後も使えるライセンスっていうのがあるんですよ。うん。アカデミアかな。いや、イエスです。で、あの、これが、はい。 Young Professionals License っていうんで、PhD 学生かな。Graduating student to continue to use Groovy で、provide comedical named user license at no cost to either graduating student or their employer なんで、無料でもらえるんですよ。であと、アカデミックライセンスはもともとフリーですっていうので、はい、使えるし、Ciplex もアカデミックは無料です。 まあなので学生の皆さんはこれ解いてみると、まあ、もしかしたら卒論とか就論になるかもねっていう、まあ、これ自身は新規性ないので、まあ、ケーススあの事例研究という形でできたら、まあ、ビジネスインパクトも多いですしなんか最近よくその配送最適化のツイートを見るので配送最適化はまさにそのすごい研究され尽くしたっていうかされた分野なんでまあそのサーベイしてちょろっとあの グロービーとか使えば、まあ、ビジネスにインパクトを出せるかなとは思いますね。はい。まあ、つらつらと雑談しましたが、まあ、密封流行ると、まあ、結構このね、定式化パズルみたいなの楽しいんですよ。はい。なので、皆さんもこの面白さが伝わればいいかなとは思います。はい。じゃあ、まあ、動画としてはこんなところで、まあ、質問とかあったら、適宜 Twitter とかコメント欄で、えっ、ー、と、いただければと思います。 それではお疲れ様です。